ゾノさんこと前園正清が J リーガーになるためのヒントを探る教えて J リーガー。前回に続き FC 岐阜の絶対的エース、頼れるイケメンストライカーの藤岡浩介選手が登場。チームを勝たせたいなと思ってるんで、うん、もうどんどん手伸びたいです。高校時代の意外な一面も明らかに。女子が来てたら見るじゃないですか、はい、それでサッカーに集中できないいや、東海地区のサッカーを全力応援。それでは後半戦スタート。まずは試合前のルーティンや験担ぎある。いや言いたくないです。罰。ああこれは罰、はい、言いたくないってことは何か特別なことしているんですか。ルーティーンと験担ぎ、ああ一応罰出したけど、なんかやっぱり自分なりにはあるんですか。ありますね、やっぱり点取ったりしたら。やっぱり点取ったらある。点取れなかったら変えたりします、ね、なんか。ああそういうことだ、はい、パッと切り替えもできるからいいですね、はい、そうですね。だから変に引きずってやるよりいいですよね、はいはいはい、ご飯とかあるじゃないですか、はい、ご飯食事、ご飯食事で、ええ、その1週間で、はい、まあ、お昼どっか行くとかあるじゃないですか、はい、でそれを一緒にしたりとか、あの誰かと言ったら、あ この前相原って、はい、あれとご飯行ったんですよ、はい、だから俺点取ったから相原ちょい行こうよ、はい、相原さん迷惑ですよ多分自分で行きたいとことか食べたいものはそういうところまでだから、すべてすべてなんか一緒にしてしまうっていう、なんかなるほど。食べたものとかその時に一緒にいた人とか、いた人とかでチームメイトとしても点取ってくれるのは嬉しいけど、それが続くのもね。ほんで、はい、点取れなかったらお前にはお前にはかわいそうだな一旦ちょっともう一周開けようよ、ちょっと一周開けようよみたいなみたいな感じで言ってですそれはそれで寂しいんだって相原くんも。当然、まあ、点を期待されるポジションだし、点取れる時ともちろん取れない時もあるし、で期待されるプレッシャーもあるし、そのあたりを自分でどういうふうにこうコントロールしてるんですか。まあ、点取れんかった時は、はい、やっぱ考えすぎないように、やっぱもうその日だけで、うん、でやっぱ勝っても点取れんかったらやっぱモヤモヤするっていうか、チームに貢献したんかなって思うし、まあ、それでもチームは勝てたっていうのは嬉しいことだけど、まあそこは引きずらずに、はい、例えばいいチャンスあって、決定的なチャンスあって、うん、うまく決められなくて、でそれでもあんまりそこ引きずらない、まあ今日は俺の日じゃなかったんかなって思う。なるほど。感じで深く考えすぎないってことですね、はい、もちろんあの、まあ、分析して、はい、あの時こうすればよかったなと思うけど、それ長く引きずらない、うん、はい、すぐ切り替えて切り替えて、はい、次に臨むっていう。そうですね。藤岡さん、趣味はサッカー以外で何かこうリフレッシュするなんかこうこととか何かあるんですか。あ、カフェ行ったり、はい、なんか美味しいもの食べ行ったり、食べ行ったり、それがまあ息抜きです僕。なるほどなるほど、はい、チームメイトと行くんですか。行きます行きます。誰と仲いいんですか。僕は茂木か川上、はい、選手と仲いい。大体こうどっかどっか行ったんです。はい、あれ、あいは今出てこなかったです。さっきあんだけ相原の、はい、練習の後です。あ、練習後限定っていうことで。練習後限定です続いては迷うことなく丸を挙げたこの質問。もちろん丸っていうことですけども、やっぱりそこはもう常に意識してる、うん、まあ、僕が点取れないと勝てないっていうふうに思ってるし、はい、やっぱりゼロで終わる試合とか、はい、やっぱなんか点取ってよってやっぱみんな思ってると思うし、うん、そういう時ってやっぱ、いや僕の責任だなと思うから、
これまで得点ランキング2位を2度経験するも、得点王まであと一歩届かなかった藤岡選手。ゴールにかける思いとは。今7得点ということは、これまで の, その得点取ってた時のペースはどうですか。めちゃくちゃ速いです今回。もう7ですもんね。だってあと3点で2桁じゃないですか、はい、じゃあまああんまり意識するのもねあれだと思うんですけど、やっぱり取れるだけ取っていこうっていう。そうですね、もう毎試合点取って、はい、チームを勝たせたいなと思ってるんで、うん、もうどんどん点取りたいですね。ですよね、はい。またまたご謙遜を。もちろん高校時代もモテモテでしたよね。モテたでしょ日照だったら。だってサッカー上手くて、まあ、だってモテるためにやってますよね、まあ、小学校から、まあまあそうね、基本は、はい、モテましたよね高校時代から。まあまあまあサッカーしてたら来たりとか。ああなるほど。昼休みとかに来たりとか。それは他校からも練習を見に来たりすることもありました。それは禁止なんですよね日照って。えサッカーしてるじゃないですか、でも女子が来てたら見るじゃないですか、はい、それでサッカーに集中できないっていう。まあ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 、まあ、見ちゃいますよね。でサッカー集中できないから呼ぶなって監督が。そういうことなんだ。だからあれ呼んだやつ誰だってなるんです。呼んだやつっていうか別に呼んでないけど勝手に来るわけですからね。だから監督がパッて行って帰れ。え？言ってたんです。でもそれだけやっぱ厳しかったですね、はい、続いてはこちらの質問。私に聞きたいことは何ですか。前園さんもやっぱ、はい、勝手なイメージ、イメージ、はい、あんまり多分僕のことをリアルタイムでは知らないでしょうし、はい、多分僕みたいな感じで、はい、そのモテたいっていう。いやいやっていう感じでサッカーしてたんじゃないかなって僕思う。あ、同じ匂いを感じましたか、はい、感じました、はい、正解ですですよね、はい、おしゃれな感じでなんかやっぱなんていう気使ってる感じなんで、はい、なんか僕もなんかそんな感じ。あ、なるほど、はい。僕らほら先輩の三浦知良さん、はいはい、カズさんとかいた頃で、はい、J リーグ開幕して、まあ、今じゃもう J リーグって定着してますけれども、はい、その頃はプロ野球がやっぱりメインで、はい、その後に J リーグが来たので、やっぱり野球選手には負けられない、サッカーこんなすごいんだっていうのを、はい、見せていかなきゃいけないっていう、まあ、そういうのはすごくみんなあって、うん、練習後に僕とかもそうですけど、まあ、まだ20歳とか21歳とかそれぐらいの時に要は練習終わったらまあスウェットみたいな感じで、サンダルでこう、うん、要は車乗って帰ったりしてたんだけど、カズさんに怒られたんですよ。要はピッチの外でも、うん、プロで見られる仕事だから、はいはい、そんなサンダルでうろうろするなと、ちゃんと見てるんだから、うん、ちゃんといい格好をしろと。それからそういう身だしなみを気をつけてたんですよ。毎回ロッカールーム行くと、はい、洋服とかこう見られてましたよカズさん。何着てんだっつって。そう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 。だから多分その頃にそういう意識はもしかしたらついたかもしれないですね。同じ匂いがしてたんですね。その匂いもうだいぶ50になって消してたんですけど。2019年以来の J2 復帰。今シーズンにかける藤岡選手の熱い思いとは。藤岡選手の役割としてやっぱりゴールを取るっていう、はい、とこですかね、まあ、多分みんな僕のゴールを待ってると思うんで。なるほど。サポーターも、うん、記者の人も、はい、そればっかり言ってくるんで、はい、あ、そうですか、はい、やっぱり、まあ、プレッシャーっていうか、うん、まあ、そういうふうに思ってくれてるってことは嬉しいことなんで、うん、フォワードがしっかり結果を残さないと、はい、上にはいけないと思うんで、うん、まあ、毎試合、まあ、フォワード組んでるやつと、はい、点取るぞっていう風な感じで言って試合に入ってるんで、うん、まあ、チームとしては一つになってしっかり戦うので、サポーター皆さんも僕たちを信じて、うん、ついてきてきてほしいなと思ってます、はい。ナンバーワンは誰だ。
番組オリジナルコースで争う小学生対抗のタイムアタックバトル。3メートル間隔に置かれたポールをリフティングしながらすり抜ける合計30メートルのコース。リフティング王に輝くのは誰だ。今回の挑戦者は清須 JC 後藤壮太です。6年生です。リフティングはちょっと自分の中で苦手なので自己ベストを出せるように頑張ります。清須 JFC ミッドフィルダー背番号10後藤壮太。さあ始まりました。右足で細かくリフティングをしていく。ここまで順調に進んでいます。落ち着いてどんどんと進んでいきます。壮太くん、しっかりとボールを見つめながらちょっとバランス崩したが折り返しの地点、おっとここで左足を使ってうまく素早くかわしていきました。さあここからは後半戦です。一気にスピードを上げていけるか。また右足をうまく使ってちょっと止まったが左足も使いながら最後に加速して結果的にノーミスクリア。難所の折り返し地点も丁寧にミスなく突破した壮太くん、目標の自己ベスト更新なるか。めっちゃ緊張しました。ミスが少なかったので更新できればなって思います。壮太くんのタイムは29秒30。更新できたので良かったです。自己ベストを更新した壮太くん、見事2位にランクインです。グランパスは京都と対戦、FC 岐阜は天皇杯1回戦。みんなで応援しよう。